はい、皆さんこんにちは、竹島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、整体入門の入門ということでいろいろ話していきたいと思うんですけども、整体に興味を持ってある人いますか？はい、はい、いますか？はい、この中でここで言う整体入門というのは野口整体および二宮整体のことです。野口整体および二宮整体に興味がある方、はい、はい、たくさんいますね。じゃあ受けたい人または勉強したい人、今日はですね、まあどっちも両方の人にも当てはまるようなことを、まあ、話していきたいと思うんですけども、昨今、野口整体っていうのをネットで検索してみると、まず野口春近 .com とかね、野口先生の公式ホームページであるとか、社団法人整体協会、今だと NPO 法人になってるのかな、 NPO 法人整体協会っていう、野口先生が作った体育団体ですかね、ちょっと難しいですけど、そういったところのホームページを引っかかると思います。で、あとやっぱりみんな最初に引っかかる、ネットで検索して見つかる情報っていうのは本だと思うんですね。特にこの有名なこの2冊、整体入門と風の紅葉、この2冊の本が、Amazon とかで見つかると思うんですけども、この本を読むっていうのが最初の入り口になるのかなと思います。この2冊の本はね、とりあえず読んどいた方がいいです。定価も600円とかでなので、そんな高くないので、600円ほどなのでそんな高くないので、とりあえず読んどいた方がいいです。野口整体の全く知らないって方はね。そして僕の次のおすすめとしてこれです。海藻の野口春近、この本は野口先生の奥さん、野口明子夫人のが日記みたいな話で、野口先生の当時のエピソードみたいなのがいっぱい載ってます。これも野口整体のどういうんですかね、このエッセンスみたいなのがね、すごくよくわかる本で、あ、そういうことかみたいなね、普段の生活の中でこうやって整体っていうのは生かされていくんだっていうのがね、生かしていくんだっていうのをがよくわかる、読みやすい一冊だと思います。で、あとですね、これに飽きたらっていうのはおかしいんですけど、もうこの3冊ぐらいはもう読んでると、読破してるんで、普通に Amazon とかで売ってますんで、もう読んでるぞっていう人は、次は前世者っていうのを検索してくださいですね。前世者、生を待って前世者っていうのを検索してください。この会社は野口先生の本をすべて、出版管理している会社です。なので野口先生の本がすべ野口先生の本っていうのはね、こうやって一般に Amazon で買えるやつもあるんですけども、買えないやつがたくさんありまして、なんでか分かんないんですけどね、ちょっと著作権のなんだったらかんたらとあるんかもしれませんけども、この前世者っていうところがもう一括管理してるんで、もうで、ね、オンラインでは注文できるんでね、この前世者のホームページを検索してもらって、そこのオンライン販売のページから申し込んで、購入するということになります。ただいざこの会社のホームページ見ても、結構たくさん本がいっぱい紹介されてるんですね。何買ったらいいんだろうかなって思うんですけども、前世者に行って、このとりあえずこの整体入門、風の紅葉、海藻野口春香もう読んだって方が次に読んでほしいのが、僕のおすすめなんですけどね、僕のおすすめとしては、まずはこれ、木ってでっかく書いてるね、題名が健康生活の原理、活原運動のすすめってやつです。見えますかね。で、次に読んでいただき、これはちょっとでね、これも文庫本みたいなもんで安いんですね。500円プラス税なんでいいと思います。で、次に読んでいただきたいなと思うのがこれです。
体壁、体壁って読みます、これ。体の癖って書いて、体壁って読みます。体壁1。1だけでいいです、とりあえずは。1ってことで2もあるんですけど、3はないです。1、2だけです。体壁1。そしてもう一つ、これが僕が最初に読んでちょっとこう感動したのがこれです。生体法の基礎。これがですね、僕は初めてまだ勉強する前に生体受けに行った時に待合室に並んでた本、いくつか並んでたんです。この体壁っていう本も並んでたんですけども、なんか題名が難しそうだなと思って、この生体法の基礎っていうのはパッと読んだんですね。それが面白くって、なんだこれはって感じになりました。まあ僕のおすすめというかね、野口整体をよく知りたい方の入門ですね。まあそういう本、まず本から入るっていうのはね、というか本から入るっていうか、まあ本ぐらいしか入り口がないと思うんですけど、全然知らない方にはね、そういうところが入り口になると思います。で、まあ本も一通り読んで、ある程度知識も得たら、次は実践してみたい、したいですよね。そうなるとやっぱりこうセミナーとかに参加していくことになるんですけども、そこら辺の話はまた次回に置いときたいと思います。よろしく。ちょっとね、セミナー参加っていうのはね、ちょっとハードルが高くなってきますね。やっぱりなんか実際に行くっていうのもね、どんな世界なんだろうかなって感じなんですけどね、いろいろそこら辺の話はまた次回に置いておきたいと思います。なんか引っ張ってすいませんね。それではまた次回またよろしくお願いいたします。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。